はい、ちょうど来ちゃった。タイミング悪い。今、洋式と韓国旅行って感じなんですけど、初めてダンス以外でもうダンス関係なしで旅行に行きます。はい、って言って今全然韓国の背景じゃないんだけど、そう、でもめっちゃ楽しみです。来ました、韓国前はラーメン、ですよね。ってことで、じゃあ日本のラストメッチいただきます。いただきます。マツダのやつって使えないよ。カットです。着きました。韓国着いちゃったよ。やばい、顔がやばい、パンパンすぎて。いや、俺だけ光りすぎだから。いや、とりあえずここからどうする。とりあえずホテル向かいます。ノープランだよね。ノープラン旅です。じゃあ閉めてください。それでは次回の場面でお会いしましょう。こっちだった。韓国初料理です。まだ届いてないけど。届いてないけどメニューが一切読めないので読めません。見た目で挑戦してみようと思います。とりあえずビール飲みます。とりあえずビール飲みます。よし、さあ、グラスはバラバラですが。あ、確かに。あ、いいんすか。いいんすか、ついてもらっちゃって。もちろん。いや、かっこいいっすね。死ぬほど下手だったけど。すごいっすね、割合が。6対4。お願いします。ちょっと持ちながら持っちゃいます。怖い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 。うまっ。やっぱりね、さすが。ってことで、乾杯。あ、違う。あ、乾杯。乾杯。そんなだったっけ。いただきまーす。絶対使わないよ。はい、皆さん2日目です。なんかすごい髪の毛がやばい。ガリガリですね、今。飯を食べます。何食べたいですか。あっさりしたもん食いたいな。うどん。あ、うどんうまそう。冷麺。スープ系。スープ。いいね。じゃあスープを求めてレッツゴー。レッツゴー。よっちゃん一家食べました。はい、食べました。何頼んだの。豚骨ラーメンと、うん、なんだっけ、餃子メンマサイダー。サイダー来た。じゃあ昨日といい今日といい。片手で開けるのか。いけ。ナイスサポート。いや、しみてます。
確かに。あ、でも、あれ、あ、もう、で、今からサブクラブっていう、サブクラブ、サブクラブっていう、あの、おしゃれなブランドに、これも今日ラストだよね、多分。今日買い物ラストデーですね。ラストデーでしかもラストショップじゃないもん。ラストショップ。買いましょう。はい、韓国を終了、終了です。韓国旅出発します。日本へ、日本へ帰ろう、帰ろう。ただいま、5秒ぶりだね。やっと帰ってきた。さあ、日本着きました。はい、電車乗りましょう。はい、電車乗ります。